ショッサーカです。今回は ICR を使ってドミネーションやっていきたいと思います。このマップはやったことないね。やったことあるけどベータ版のマップではないという意味でやったことあるよ、ここ。うん、アルカタってなんだ。アルパカかな。よし、ここから来る。来てたー、やべー、横からも来てた。はいや、やばい、ブラボー取られるかもしんねえ。ゴーゴーゴー。だ、敵かと思った。ここの上からちょちょちょっと当たり。おい、こんにちは。よし、取るぞ。横から見とく。任せろ。 OK、 ナイス。 UAV どうだ。左、あれ、こっちからは来ないかな。こっちから行くか。オッケー、危ない。このね、 ICR っていう武器はね、簡単に言えばね、あの BO2 でいう M27 という存在で間違いないと思います。何試合かやって確信しました。でもその M27 に今回 BO3 はラピッドファイヤーというものがつけれるので、そこでちょっと化けるんじゃないかなって思いながらね、期待を込めて私はやってますね、もしかしたらこんだけ、あの低レートじゃねえや、普通にブレが少ない武器でラピファつけたらどうなるのっていう、まあブレがでかくなってちょっと威力が増すんじゃないかなって思ってるんですけど、さあどうなるか。危ねえ。 OK、 いいね。 こいつとドットサイトはやっぱ相性がいいわ。 OK、 あー死んだスナイパーか。やるね。スナイパーの感度ね、元に戻ってるというか BO2 とかそこら辺と変わんなくなってるかなって思ったら、そうでもなかった気がするな。ちょっとまだ早いなーってイメージがあったんですけど。敵どこや。あった。OK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 。 まあ待ちなさい。敵どこだ。上かと言われてもな、と言われてもこっちも UAV が欲しいところ。うーん、こう下からこうぐるっと待って。大丈夫か。オッケー。ナイスナイス。うわー、ちょっと待って、なんか来てた来てる。ナイス、いいね。逃げろ。UAV 敵が来てる。あー、助けて。ナイス。さあ君ね、会わなかったことにしようじゃないか。上だね。この上か。ちょっとあっち側ちょっとエルストライク狙いづらいな。今回ヘルストームとエルストライクがね、ベータ最初みたいなあんな破壊的なことにはなってないんで、ちょっと控えめですね、意外と。危な、もう一人。いやー、威力がないけど、うん、多分そういうルールによってでしょうね、これ。まだ、いや、ほんとこれね、化けたらどうなるか楽しみなんだよな。こう可愛がってるけど、今スルッとねヘルストーム辛いよ、本当に。ああ、こんにちは。なんだこれ、もらうわ。スナイパーじゃんやっぱスナイパーの感度高いんだよこれ。この感度どうにかならんかったのかね、本当に。いやでもね、 BO2 今 BO3 な言いやすすぎるんだよ、 BO2 がそれやってますけど、うん、感想としてはね、やっぱりね、ベータの期待通りすごいいいですよ。特にね、リスポーンで、はなんだこのクソリス、わっけわかんねえ、ファーってなることもなしに、こう無難な感じでまとめてますね。しかもなんだろう、ベータ版の頃よりリスポーンはしっかりしてますね。予想以上にしっかりしたリスで、あとマップは全体的にね、いい感じです。なんかここ何この広さみたいな、そういうところはない。そこはね、すごいいいと思います。だいぶなんか大きさの規模が大きいところもあるけれど、そんなに大きいわけじゃないというか、ベータ版で出てきたなんか、あの滝が流れてるところが、あれ割と大きいマップだってことが判明しましたよ。あれそんな、まあ中規模マップかなぐらいの気持ちで見てたんですけど、あれは結構今回の BO3 では大きめのマップとして君臨してますねそんな感じなんでね、みんな、なんだろう、そのマップなりリスポンなりっていうのはあんまり不安にならなくていいと思いますよ。 ICR という武器が威力がないということだけ分かっていただけたらいいかなと思いますけどね、僕は。まあ、やっててね、
こう、ね、入るのが難しかったかな。なんか最初接続不良が起きて、そう、なかなか入れなかったんですよ。そこら辺がちょっと、まあでもそれだけ人がいるんならしょうがないなって、まあね、もうしょうがないですよ。だってこんなにもう約束された両芸が出て神ゲーになってくれるんじゃないかとみんなね、期待してるわけなんでね、どれだけでもまあ人はごちゃ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 こうね、おしくらまんじゅうのように集まってくるってことは分かったんですよ。だから僕は1時間半待ってやっとできて、やっと今ここに至るなんですけど、まあそうですね、それからこうちょっとやってで、なかなかいいじゃないという感じですね、僕からしてみたら。一番最初の感触は多分最近のシリーズのどれよりもいいですね。どうしよう、みんなどこか、こっから来そうなんだよな。どこから来るんよ、ここか。あー、いた、よっしゃー。テンペストいいね、これ気に入ってるけど、むしろこれしか使うあれがないんだよな。うわー死んでもたー。でもいいよ、もうほんとね、楽しい楽しい楽しいね、予想通り楽しかったね。はって泣いたのは接続がエラーが出て1時間半待ちっていうね、ほんとディズニーランドランドのねラクトラクションかと思ったよ、タワーオブテラかと思ったわ、ほんとにトイストーリーのあれかと思った、ほんとに銃で撃つやつね、あれかと思うぐらい待ち時間というかじらされたんでね、そこはちょっとマイナスかな。でもそこはしょうがない、マイナス面だけどしょうがないマイナスだから僕は許します。みんなねこうやりたかったんだなってことがわかるんで、もそこはもう予想の範疇ですよ、ね、よしよし。敵に撃たれながらはちょっとまずいんだよね、敵が撃ってない状態でやるのはいいんだけど。 OK、 いいね。このマップ結構狭いマップよ、だから簡単に言うとね、狭い系のマップです。うわ、いやみんなもね、現状は接続ができたら面白い、接続できなかったら面白くないっていうそういう形ですね。ゲーム自体はすごくいいです本当に。だからそういう、なんだろう、多分規模的にね、こうゲームトライアーチ側もこんな同時接続来るかみたいな、そういう予想ができてなかった可能性もあるので、そこら辺を考慮すれば全然不安要素全くないですね。回線も僕がやってる限り日本人部屋ばっかりですし、3品の部屋にたまに飛ばされたりしてたけど、あれ以降ないな、2回しかないですね、何十試合やってて。だからその確率で言ったら、ほんと全然いいと思いますよ。あとはまあマッチングというか、マッチングはいいんだよ、マッチングは よろしくて、ゲームのエラーとかそこら辺がどれだけ修正されるかなといったところが、まあ疑問点というか課題点でしょうかね。まあこれは絶対ね良くなってくるから、バカ野郎、危ねえじゃねえかテンペスト、怖いんだテンペストに行きは、ほんとよしよし、危ない危ない、テンペスト引っかかってね、あのねこうぼーっとしてちゃいけないからね、ぼーっとしてちゃいけないね、ぼーっとはなっちゃうんだよなあれ、怖っ怖っ、めっちゃビンビンやってんじゃん。どうだ外側、外ま、おお、ごめんなごめんな、いいね、こう敵にね、敵に撃たれなかったらワンチャンある、さっきのスナイパーだから、あー後ろか、まあいいでしょう。だからね、いいね、本当に楽しい、普通に楽しいゲームが帰ってきたって感じですね、本当にいい感じの未来っていうのは本当に思いますよこれは。でもただヘルストームがもうちょっと弱いかな、ちょっと弱い、キルストがちょっとね弱いね、ビオツに比べたら弱い、あんまりだからあのヘルストームで3人4人持ってけたらおおってなりますよ。あのエルストライクだったらね、同じ場所固まってたらボンボンボンで持ってけるんですけど、そのスピードもビオツに比べたらそんなに速くないから、キルスト結構セーブかけてますね今回の。あとそれ以外って言ったら、まあ、機銃は相変わらずのぶっ壊れ具合で、ちょっとそこも修正してほしいと僕は思いますけど、威力的な面で。おっと大丈夫か、俺もテンペストになろうかな、いる？いないね。横？いや怖いな。正面見てたい。おお、やっぱり来たじゃん。おお、じゃあ避けれねえのか。4人持ってってんじゃん。いいね。ああいうのやりたいよね。グラビティバインドだっけ？
なんだっけあれ忘れちゃった名前。貫通できるじゃん、一丁前に。バイ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 、マジか。ほら負けちゃう負けちゃうのよ、このね銃の威力はね本当にないんで、そこら辺皆さん注意してね。だから最初使うのは AK がいいと思う。 AK じゃないのか、 KN っていう武器に名前が変わってましたね。はい、安定の KN ちゃんですね。僕はさっさと M8 ちゃん出してね、ぬるげやりたいですよ本当に。まあというわけでね、今回は BO3 の実況やってまいりました。皆さんもまあ各自おのおのの感じで楽しんでると思いますけども、うん、楽しいね。接続したら本当にね、じらされてる間が地獄だったわという感じでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんもおのおのやっぱ楽しみましょう。はい、というわけで次回もかかってこーい。